薬が強くなり、数が増え、これこれ僕も金子先生のファンなんで。ファンなの？いやもう、はい、ストレッチ音楽に金子でございます。なんか深刻な顔してますね。はい、深刻なんですか？いや、ちょっとちょっと、はい、症状とお名前どうぞ。高井と申します。高井さんね、はい、はい、高井さん、症状の方がですね、はい、右のももの裏側からふくらはぎの痛みです。痛み、はい、それはいつから痛いんですか？令和元年。分かりにくいの。5年前、まあ、そうですね、年末なんで、まあ実際には4年前ぐらいですね。どうでもいいな4年前から痛いんだ。そうですね、うん、まず症状が出て整形外科の方を行きまして、痛み止めのお薬をいただいて、うん、それで1回は痛みは止まったんですけども、うん、結局再発ということで。なるほど、はい、そこからまあ違う整形外科の方に行きまして、うん、2件目のセカンドオピニオンですね、はい、MRI 取ったりして、結局お薬は同じと。それが効かなくなってきて、うん、またお薬が強くなり、数が増え、それで整体も行き、接骨院も行き、先生の YouTube 発見してずっと見てたわけです、うん、先生の、うん、のを見てた時に渡辺先生が出てきて。渡辺先生、はい、渡辺先生が出てきた。はい、 CM で出てきたんですよ。へえ、うん、渡辺先生、うん、はい、渡辺どうも、はじめまして。渡辺先生、はじめまして。 YouTube 広告、うん、を僕していて、うん、それを見ていただいて、僕の動画の中の広告の中に先生が出てきたってこと？で、まあ家から近いんで。なるほど。行ってみたと。で、先生が応募してくれたと。どういうこと？こっちからも応募したの？こっちからも応募したの？うん、俺んとこに？はい、して？最速ですか？そもそも何屋さんなんですか？整体。整体です。資格とかは何ですか？柔道整復師。柔道整復師。柔道整復師の先生が接骨院ではなくて自費で整体をやってるってパターンですね。はい。どうなんですか、これ患者さん見てもらって、見てどんな感じなんですか？初回来ていただいて、うん、僕なりにやらせていただいたんですけども、うん、結果が出なかったんですね。なるほど、はい、結果が出ないから応募したって。あ、そうです。これ新しいパターンですね、これ。これはもう、なるほど、ダメだなと思って。僕も金子先生のファンなんで。ファンなの？いや、もう金子先生しかいないなと思って。なるほど。じゃあどんな治療してダメだったとかっていうの？座骨神経痛の症状が腰からずっと足まで来てないっていうことだったので、まあ治るかなっていうのは、はい、思ったんですけど、うん、よくある巷であるその臀筋周りとか、うん、足首とかやったりとか、あと大腰筋とかやったりとかしたんですけども、うん、あまり効果が出ずということで、うん、まあ、あの金子先生のそういう動画とか結構拝見させてもらってはいるんですけど、うん、何も知らない状態でやるっていうのはあまり良くないと思ったので、あのあまり金子先生とかの動画で出てるこう、お服をするようなものっていうのはあまりやってない。まあ怖いもんね。そうですね、ここはやっすぐやらせてもらよくやらせてもらってます、はい、そこは真似てるわけですね、はい、めちゃめちゃ聞きましたこういうパターンも新しいね、はい、じゃあ今も痛い。痛いです。立ってると痛いです。立ってると痛いんですね。痛いところで止まって、痛いところで止まれちゃうところで止まってください。この辺で痛みは出てきます。はい、ゆっくり反ってください。はい、これはそんなに痛くはないですね。はい、すごいね、釣りの針みたいな形してますけどね、体もね。特に意味ないです、これ。これ冗談です。くたげて。特に意味ないですよ、これ。OK。自律神経系ですね、要は。おう。なんすか、おうって。はい、入って。これでしょ？これでしょ？なんすか、そのソプラノみたいな声は。これこれこの押し方はね、結構いろいろ僕たち進化してまして、押しながら押す、そしてねじ込むって最近やってましてですね、これが効くんですね。ねじ込む、ここにあるんですね。あえてなんか空気抜けたボールみたいになってますけど足がね、こっち側だけこうなってるんですよ、はい、知ってます？これこっち向いてるじゃないですか、はい、これこっち向いてるんですよ、はい、これ海内って言うんですね、はい、これ海外って言うんです、はい、こっちだけこっちも合ってるんですよ、はいはい、だから重心が定まらない、こっちだけ負担がかかるんです、はい、この足の指の間が硬いから良くないんですよ、これ、はい、で、指の付け根もぐりぐりぐり、こっちやるかも、ぐりぐり
くい、これ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 中腰筋って指の筋肉があって、あ、それも使えてないからこれ、これ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 、うんうん、オッケー、ほら、一緒になったでしょ。お、はい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 、はい、これで床がゴンと踏めるんですよ。はいはいはい、という感じですね、これが。うん、OK、進みまーす。早く、鼻で吸って体を後ろ倒れます。倒れて、いいよ、息止めて、お腹膨らまして、へこまして、下ろしますよ、3、2、1、よいしょ、前屈姿勢、はい、どうぞ。おお、すげえ、すげえ、綺麗、すげえ綺麗、はい、どうぞ。あ、いいんじゃない、すごい、いいみたいになってる。姿勢はね、多分教えなきゃダメだと思うんですけど、教えますけど、はいはい、腹筋の位置なんですね、これも腹筋の位置、この僕触ってるお腹を背中に近づけてください。せー、はい、お腹をグッと引っ込めて、歯を引いて、手力抜いていいですよ、この感じです。お腹の位置を前に出せば重心は後ろ行っちゃうんです、こうやって、はいはい、腹を自分の方に引き込むと足裏全体になるんです、ほら。だからもう暇さえあればここを入れる。どうですか、今足、まあ、多少の、違和感はあるでしょうけど、突っ張りはありますけども、まあ、はい、今今日現実は今やったの5分ぐらいなんで、はいはい、これを30分やるのがまあ普通なんですよね、はい、そうすると全身の柔軟性が上がる、緊張が解ける、はいはい、そしてそれをまた生活していって何回か繰り返して施術ストレッチをする、はい、となると取れそうじゃないですか、はい、ここまで来てさっきの治療見てどうですか、感想は。すごいです。さすがって感じ、さすがって感じでした。いやもう生きててよかったです。新潟で彼がやり始めたらすごいいいと思いますね。いいと思います。僕は本当にね、仲間が増えればいいと思ってるんですよ。別にそれ別にテンポを冷やしてどうこうじゃなくて、同じように志を持ってくれるような、前回の小山先生のようなね、ああいう人たちが増えてくれれば、とにかく助かる人が増える、こんなような人ね。僕から見てもそんなにひどい方ではないので、しっかりこの後加療をして、自分で予防治療もしてってやっていただければ、絶対この症状は卒業できると思いますので、はい、はい、ぜひ頑張ってください。はい、聞かなかったら頑張りましょう、はい、ね、はい、ストレッチ医学に、はい、金子と高井と、はい、渡辺でした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。大成功、ありがとうございます。金子たらしでございます。金子たらしのストレッチ大学、動画生徒期間限定募集します。受けてみたい、ストレッチ大学で授業受けてみたいっていう方、今回だけ特別募集しますので、受けたい方はぜひこんな感じの授業の様子が見れるかも。金子たらしと一緒に学びましょう。それでは、はい、金子たらしでございます。いつもご覧になってる方、ガチ検証やってみたいでしょ。ご自分のうちでガチ検証ができる本が出ました。いつも僕がやっている神経系ストレッチ、それをセルフでできる方法が載ってます。五十肩、腰痛、膝痛、股関節痛、いろんな症状あるでしょ。これを見て自分でガチ検証してみて、その効果が実感できます。ぜひどうぞ。